はい、社会福祉課の佐々木です。はい、私は昔から子どもが好きで、自分が子どもを出産したことをきっかけに、さらに子どもに対する思いっていうのが強くなって、将来は子どもに関わる仕事がしたいなと思うようになりました。で、そういうふうに考えている時に、児童虐待の相談件数っていうのが年々増加していることを知って、何か私がそこで力になりたいなと思って、それが福祉の世界に興味を持ったきっかけになります。はい、理由は正直にお答えすると、私の家から通える範囲で学校の中で一番学費が安かったからです。でも、ただ学費が安いだけじゃなくて、国家資格の、国家試験の合格率っていうのもすごく高かったので、安心してこの学校に決めました。はい、私には小さい子供がいるので、仕事をして家事をして子育てをして、でそこから通信で勉強もしてっていうのが、ちょっと現実的に体力的に難しいなと思ったので、中間家庭にしたんですけど、実際に中間家庭に今通っていて、今まで全く福祉と違う業界で働いていたので、中間家庭は福祉についてゆっくり、なんかじっくり考える時間が持てるので、結果的にも中間家庭にしてよかったなと今思っています。はい、ほとんどの方が社会人経験を経て来ているということもあって、クラスの雰囲気自体は落ち着いてるかなっていうことと、優しい人が多いなっていう印象です。で、私は30代でちょうど真ん中ぐらいなんですけれども、もちろん20代の方とお話しするのも楽しいですし、40代50代の方に関しては、なんかいくつになっても学び続ける姿勢みたいなところにとてもなんか刺激をもらえているので、私はなんかすごくいい環境で勉強させていただいているなと思っています。はい、まだ6月なので国試の勉強自体はほとんどしてないんですけれども、私自身の就職活動で筆記試テストがあるので、それに向けて昼休憩とか学校の通学、電車での通学時間を利用して毎日1時間ほど勉強しております。はい、教員の方々がとても個性的なところが一押しポイントです。科目ごとで外部の先生が来てくださることが多いんですけれども、私は入学前はもうちょっと授業って淡々と進むのかなと思ってたんですけど、結構なんか熱い思いを持っていらっしゃる先生が多くて、でそういった思いに授業中に触れたりするとすごく楽しいですし、なんか社会で起きている問題っていうのをなんかいろんな角度から学べるので、なんかその学ぶ意欲がある人にとってもすごくおすすめな学校ですし、でもそうじゃなくてすごくとてもいい意味で他人の先生とかも緩いので、なんかふわっと福祉に興味があるなっていう方にとってもすごくいい学校なのかなと私は思います。はい、一つだけあって、エレベーターになかなか乗れないので、なんか授業の時間をずらすとかして、なんかエレベーターに乗れるようにしてくれたら嬉しいなと思います。はい、私は将来虐待相談などを行っている児童相談所の児童福祉士になりたいと思っています。子どもとかその保護者にただ寄り添うだけじゃなくて、環境面からもしっかりサポートして、その家族がより良い未来に向かってなんか進んでいけるように力になりたいなと思っています。